どうも皆さんこんにちは、ボドカです。というわけで、今日はね、第2回目のスナイピングポイント講座ということでやっていきたいと思います。前回の動画、フリンジ編は URL は確か概要欄に貼っておいてると思うので、そちらからご覧ください。というわけでやっていきたいと思います。インフェクションはですね、非常に SR が強いマップなので、このスナイピングポイントを知っていて、損はさせないと思います。というわけでやっていきましょう。まずこっちの壁を伝って、境界にいるやつ、やれます。そして、他にもできるんですけど、こっちの墓場にいるやつとかもね、見ることができます。ここの壁走りはそんな使わないかな。どっちかっていうと、メインになる壁走りは多分こっちだと思います。こっち行って、で、コースね。これでこうやって撃てたりだとか、あとはね、なんかあんまり使ってる人いないんですけど、ここのね、岩に若干隠れて、こうやって見てやると、ほい、こんな感じでいけるんですよね。ほんまはね、もうちょっと奥で、まあこんな感じで、ほ、これが一般的なんですけど、俺はちょっと前に出て、こっち側にずれながらってのでよくやってます。なんでか知らないんだけど、昔からの癖ですね、これは。ただ、まあやっぱり、ここも壁に隠れながら、向こうは境界から見えない状態なので、こうやって飛んでね、殺すこともできます。そして、全然使ってる人いないんですけど、ここのね、壁を走って、ここで飛んでやって、こうやって撃つ。っていうのも、なかなか使います。これやってる人少ないんですよね。だから基本的に警戒してんのが、ここら辺か、こっちの壁から走ってくるやつばっかなので、こっからね、ピョーンって飛び出てやると、とっさに対応ができないと思うので、ここ割と個人的には強いかなと思ってます。じゃあ、ぐるっと回っていこうか。こっち側行きますね。こっち側ですね。まあ、ここはね、そんなに強くないので、まあ、ここジャンピングで向こう見れるってだけなんで、あんまりなんですけど。よいしょ。まあ、ここら辺は特にないかな、別に。こことか、向こうのね、A ポか B ポか忘れましたけど、あそこにサーチャンデストというボムがあると思うんですけど、こっから見える設置にしてやって、ここにいて、敵がこっちに来そうやと思ったら、ヒュッヒュッヒュッって飛んでやれば、これに隠れて見えないので、こうやって隠れてまた見直すっていうのもなかなかありなんじゃないかなと個人的には思ってます。そしてここの壁走りですね。ここの壁走りはねそんな使わないんですけど、壁を走ってやることによって結構上まで行けるんですよ。こんな感じでね、結構上までここくらいまで行けるので、こっからドーンと初期にいるやつを倒せたりもできるポジションです。ただ上からダメージちょっと食らって上から落ちちゃうとすぐ死んじゃうので、あんまりおすすめはしないかなっていう感じでございます。あとは、こことか、こう。こういう見方。昔はね、この丸太の隙間から、もうバシバシ、ちょうどここかな。ここら辺のこの丸太があるポジションくらいから、向こうから来るやつ見えたんですけど、アップデートで多分入って見えなくなっちゃったんですよね。まあ、こんな感じですね。だから、ここで見てやるとか、ここで頭一個出しで見てやるとか。ただ、向こうの方が、向こうから見る方が若干強いとは思うので、まあそこら辺は、自分の腕次第ということで。はい、次行きまーす。次はここですね。サーチとかでよく使えるんですけど、センター突っ切ってあそこの小部屋を取る人が多いと思うんですけど、SR でここに乗ってやって墓場の。で、あの階段のとこをガン見しておく。そうすると、階段に入ってくる SMG とかがここで速攻枯れやすくなるので、ここに合わせないでくださいよ。こっちに合わせてください。こっちで合わせる人はほんまにえげつないほどの反射神経を持ってる人だけにしてください。基本的にこっち、スライディングをバーってしてきて、ちょうど遅くなってここら辺で止まるんですよ。ここら辺で止まるときにこうやって打ってやるっていう。それが大事です。はい。まあ、こんなこと教えないとわからない人あんまいないと思うんですけどね。で、ここですね。ここ。ここの丸太の上に乗ってやって、中に入ってきたやつをここから確認できます。そしてここのポジションの一番強いところが、向こうのね、あの窓際の敵、よく芋ってる敵いるじゃないですか、ゴルゴンとかで。特にゴルゴンとか使ってるやつにめっちゃ使ってほしいんですけど、あそこにいるときは、こっから出てやって、ここで見てやるんですよ。そしたら、向こうからは全然見えない。し、こっちからは丸見えの状態なんで、一瞬で狙撃することができます。だからここめちゃくちゃ強いですね。多分ね、めっちゃ嫌がると思う。その、LMG とかでキルレ上げとかしてる人たちは、割と、ここのポジションを使ってやってください。まあ言わずとも知れた、ここの境界ポジ。ここも強いですね。基本的にこっちから出るのはやめて、右から出ましょう。右に、あ、左からか。左から右にこうやってバーって出てやると、BO3、こういう出方の方が確か強かったと思うので、確かね。うん。こっちの方が強かったと思うので、こういう出方で。バン、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 
バンと、こんな感じで、チラッチラッチラッって感じでやるのがいいんじゃないでしょうか。そしてですね、こっち側の開幕でダーって走ってきて、ここの上乗って、こっちからビヨーンって見るのもありだし、ここの上乗って、あそこにいるやつをね、よく開幕で見てるやついるじゃないですか。やるのもありやし、相手のエイムをずらしたいなら、こっちの壁を走って、こっから、ドンとやってやるのもありでございます。そして、ここの戦車の上に乗ります。あっちの岩場の敵だるいなーって、あの崖の上のポジションの敵だるいなーって思うときは、ここの上に乗ってやって、ここのちょうど真ん中の若干くぼんでる部分あるじゃないですか。ここを目印にして、こうやって飛んでやります。そうすると、崖上が見えるんですね。ここの崖上見るポジション割と強いので、あそこでずっといるやつはこうやって狩るのもなかなかいいのではないでしょうか。そして、多分、俺がこの動画を上げることによって、一番文句を言われるポジションをお教えします。はい、ここ、ゆっくり行ってやると、実はここに乗れるんです。そして、このポールの隙間から、崖上にいるやつを見ることができます。ここ、めちゃめちゃ強いです。俺もよく使ってましたね、昔は。混合とかしてるとき。混合してるやつやったら知ってると思うんですけど、まあ、ここのポジション強いです。ただ、ちょっと、練習しないと、落ちてしまうんだよね、こんな感じで。こんな感じで落ちてしまうので、そこだけ気をつけて、ゆっくり行って、ドッて降りてやって、こんな感じで見るのをおすすめします。あとはどっかな、ここの壁走り、こうやってやって、見るのは全然強くないので、まあ、こことか。逆にここが警戒されて怖いならこことかなんですけど、あそこにね、伏せてるやつとかたまにいるんで、まあここで見てやったりとかもなかなかありなんじゃないかな。個人的には向こうに見られないように、しゃがんで、ここを見てやる。もう上を飛んでくるやつ鬼ロック。で、たまにこっちを見てやるのもいいんですけど、こういうところ、結構強いです。いかに体を出さずに枯れるかなんで、まあこういうポジションもなかなか強いのではないでしょうか。で、ここら辺にね、敵がいるときに、裏取りできる方法として、こっからビヨーンって降りてやると壁を走れるんですよね。こんな感じで。で、壁を走るのでこっちからビヨーンって出てやってこっち側にいるやつを倒すっていうのもなかなか使えます。あとは、そうや、ここやな。ここのポジションですね。ここ登ってやると、頭一個出しで見ることができます。まあ AR とか SMG とかの方がここは強いと思うんですけど、まあこんな感じでセンターを見ることができます。あとは、崖上に登って、こことかもなかなかありですね。どっちかっていうと、まあ、防衛側なんでこっちの方が。こっちからの方が、だいぶ教えやすいですね。外周を抜けて、速攻、あそこの小部屋を取ってくるやつがいると思うんですけど、そういうやつらはここで見てやるのが一番かなと思います。開幕フラグ飛んできても、さすがにこんな奥まで届いてくるフラグってあんまりないので、ちょうどここの草より後ろくらいでこうやって伏せて見てやると、割と敵が来て一瞬で殺すことができる。ただローカスよりも SVG の方がいいかな、こういう場合は。うん。で、あとはそうやな。で、さっきのポールの間から見るクソエロいポジションを教えたと思うんですけど、あそこ、こっから見えるんで、で、向こうからはここは見えないんですよ。もう崖上鬼ロックポジなんで見えないんで、まあこっからね、多分敵いたら若干はみ出たり、赤いね、ロボットとかなんかついてるじゃないですか。赤い斑点みたいな。あれが見えると思うので、まあそれをね、ここでうまく抜いてやると一瞬で殺せます。まあ別にあそこが強いから、クソエロいからと言ってめちゃくちゃ強くて対抗する作戦がないかって言われたらそういうわけでもないんですよね。で、向こうから抜けてくるやつを見たいときは、ここね、岩ん中入れます。若干。ここか。あれ違うな。なんか入れるんですよね。どこやったっけ？お、しばらくやってないから。ここか。あれどこやったっけ？なんかここら辺入れるんですよ。確か。あ、ここっすね。ここに入れるので、まあこんな感じで入って見てやるのもいいんじゃないかなと思います。ここ確かね、BO2 のタービンっていう、マップもあったと思うんですけど、あそこでね、ね、飛行機の上とかでもあったと思うんですけど、まあ運営があえて修正を入れね、謎のポジションですね。で、ここに入ってやって、こうやって見れるってやつです。多分向こうからもね、そんな見えないと思うんですよね。まあこうやって伏せて、こうやって見てるよりは、中にちょっとめり込んでやって、見るのがいいんじゃないかなと思います。あとはなんかあったかな？特にもうないんですよね、インフェクション。まあこんなもんですかね。多分。こんなもんですね。
ああ、そうや。忘れてた。ここ結構強いですよ。今から教えるポイントここなんですけど、こっちのね、ボムがあるじゃないですか、ここに。で、ここら辺に設置してやるんですよ。そうすると、ここら辺に設置してやると、ここのね、ポジションでヒュッて登るじゃないですか。で、こうやって飛んで、あそこに解除してるやつ、すぐ見れるので、2on2 とかでも割と使えるんじゃないですかね、こういう設置の仕方。あとはもう定番のこことか、それから、こっち側行ったりしたら、こことかかな。で、向こうの階段で持ってるやつがおったら、登ってやって、こっから登ってバンと、することもできるし、墓場で、ちょっとオタッキーなことしたいなら、ここを壁走って、こうやって見てやるのもなかなかいいんじゃないかな、とは思います。ただみんなに今日は、そうやな、重要やなって思うのは、ここのポジション。ここ、向こうの建物の中見えるのと、こっち側から攻めてきたやつが若干わかるの。そして、ここのパイプのとこですね。このパイプのところが強いでございます。あとは崖上見るときのこっちのポジションかな。ここ。ほい。これですね。これが強いかなと思います。まあ、てな感じで今日はインフェクション編ということで、一発撮りではありましたけど、やっていきました。まあね、ここ意識してちょっとずつ使っていくだけで、だいぶ、SR のスチールストリークとかが取りやすくなると思うので、ぜひ活用してみてください。俺よくね、スチールストリークやったっけ？ 5 キル連続とかが全然取れませんとか言われるんですけど、もうフィードみたいな感じでずっととっつりまくるスタイルやったら、取れるときは取れるんですよ。だって5オン取ればスチールストリークでしょ言っちゃえば。まあだから、そうやな。まあもしそれでスナイピングが苦手やけどちょっと迷彩が欲しくてとかいう人は今教えたポジションとかを活用してやってみてはいかがでしょうか。同じところにずっといるんじゃなくてね、ここで倒したらもう敵の意識、ここで2キルくらいしたら敵の意識がこっちに裂かれるんで、ちょっと移動してまた別の境界くらいからスナイピングをしてやるみたいなことも考えながらやってみると、スチールストリークとかはだいぶ取りやすくなると思います。というわけで、今日はこんな感じでインフェクションの解説をしていきました。それな、次は E バックとか、ブリーチとかそこら辺で上げてみたいと思います。お疲れ様でした。